フランツ・ヨーゼフ・ユング。フランツ・ヨーゼフ・ユングは、ドイツの政治家。所属は、ドイツキリスト教民主同盟。2005年からアンゲラ・メルケル内閣で、国防相を務めた。2009年に労働、社会相に転じたが、直後に国防相時代の不祥事の責任を取り辞任した。ヘッセン州エルトビレ・アムライン出身。実家はワイン醸造所。醸造所は兄のルートヴィッヒが継いだ。1968年にアビトゥア合格。兵役の後1970年にマインツ大学に入学し、法学を学ぶ。在学中にドイツキリスト教民主同盟の下部組織、ユンゲウニオンに加入。1972年に23歳で、ラインガウタウムス郡の郡議会議員に初当選。翌年から1983年まで、州の連邦代表委員。1974年に司法修習生、1976年に国家司法試験に合格。1978年、ラインマインタウヌス郡を例とした、ヘッセンにおける地域開発計画と題した論文で、法学博士号を取得。エルトビレで、公証人と弁護士業を営む。1981年から83年まで、チュ連邦副代表。家族は、夫人と3児。1983年、ヘッセン州州議会議員に初当選。1987年から CDU の州議会議員団、事務局長。同年、ヘッセン州の CDU 事務局長。1998年、ヘッセン州党副代表。同年から、党連邦代表委員。1999年4月に、ヘッセン州首相に、ローラント・コッホが就任すると、コッホは信頼するユングを、州の連邦、ヨーロッパ案件担当大臣に任命。しかし2000年に CDU の不正献金疑惑が浮上すると、1980年代にヘッセン州の事務局長として、党財政や選挙戦を指導し、不明瞭な資金で州の党本部を新築したユングの責任が問われ、コッホをかばう格好で9月7日に辞任に追い込まれる。2003年、CDU 州議会院内総務。2005年のドイツ連邦議会選挙に出馬し当選。この選挙でアンゲラ・メルケルを主犯とする CDU とドイツ社会民主党の大連立政権が成立すると国防相ポストを得た CDU は党の実力者、コッホの腹心であるユングを指名した。11月22日、ユングは国防大臣に就任。国防相としてのユングの事績を以下に記す。2009年ドイツ連邦議会選挙後に成立した第2次メルケル内閣では、労働、社会相に転じた。しかし就任からわずか1ヶ月後、国防相当時の2009年9月に、ドイツ連邦軍がアフガニスタンで引き起こした誤爆事件で、連邦議会に虚偽の報告をしていたことが明るみとなり、引責辞任をした。2017年ドイツ連邦議会選挙には出馬せず、政界を引退した。ありがとうございます。